現在のフロインドリーブ本店の看板。建物は登録有形文化財となっている。ハインリヒフロインドリーブは日本で活動したドイツ出身のパン職人。ドイツ語での発音に忠実な日本語表記はフロインドリープであるが、通常フロインドリーブと表記されている。第一次世界大戦中に捕虜として連行された日本に泊まり、四季島製パン所代議市長を経て、 兵庫県神戸市に有限会社ジャーマンホームベーカリーの前身となるパン屋を開店した。NHK 町の連続テレビ小説、風見取りのモデルとして知られる。かつての指定は歴史資料館として開放されている。1884年、ドイツのチューリンゲン州に生まれる。1898年に見習いとしてパン屋で働くようになり、1902年から10年間、 ドイツ海軍に入隊し、K12 洋艦 M 電でパン製造に従事した。退役後1912年に、チンタオでパン屋を開店。1914年に第一次世界大戦が始まると、徴兵され、海軍に復帰したが、日本軍の不慮となり、名古屋市の不慮収容所へ移送された。1919年に解放された後も日本に泊まり、四季島製。 一番社大議士長に就任し日本人と結婚した。1921年に同社を退職後、大阪の名だ万での勤務を経て1924年に、神戸市中山手通り一丁目でパン屋を開店する。事業を拡大させ1940年頃には、神戸市内にパン屋、洋菓子店、レストランなどおよそ10の店舗を展開させるに至ったが、第二次世界大戦期の空襲により、 店舗を失った。終戦後、復員した元従業員の協力を得て1948年にパン、洋菓子の製造を再開。ドイツで修行を経て帰国した長男、ハインリヒフロインドリーブ2世が1955年に有限会社ジャーマンホームベーカリーを設立すると、その相談役に就任した。同年没。墓は、神戸市立外国人墓地にある。 死後の1977年に放映され、異人間ブームをもたらした連続テレビ小説、風見取りはフロインドリーブがモデルとなっている。ありがとうございます。